綺麗になりましたよね。はい、こんな感じで綺麗にすることができました。今回はお風呂の殻についた水垢を落としていこうかなと思っているんですが、このクエン酸にとろみをつけたクエン酸ジェルで落としていこうかなと思っております。まずは主役のクエン酸ですね。そしてとろみをつけるために必要な、はい、台所洗剤も少し入れようかなと思っております。まず、クエン酸は 3g です。小鍋に入れておきます。はい。で、次に、片栗粉は 10g ですね。この片栗粉は一度寄せておきまして、鍋に水を入れます。105g 入れていきます。常温の水の状態で溶かしてあげて、ここで片栗粉ですね。水の状態で混ぜて、で、火を入れていくと。そしたら止めまして、でこの段階で、まあ、大体 2g ですね。これでクエン酸ジェルの完成です。一つ注意点がありまして、入れないでほしいのは弱アルカリ性の台所洗剤ですね。ご覧の通り、鱗状にしっかり水垢がついております。作りたてほやほやの場合は非常に熱くなっておりますので、厚手の手袋をした方がいいです。では、手に取って塗っていきますね。しっかり塗りつけることができますね。汚れがひどい場合は、この状態で30分ぐらい放置するというやり方になりますし、あまり放置せずに落としたいということであれば、こういった歯ブラシを使って、こすり洗いも入れていくというやり方をされてもいいですね。ご覧の通り、結構しっかりめのジェルですんで、最後流した時に排水口が詰まっては大変ですから、排水口ネットをした状態で流した方がいいですね。それが面倒ということであれば、ペーパーである程度取ってから仕上げにシャワーで流して拭き上げるといった順番であれば、排水口ネットやらなくてもいいですね。はい。それではペーパーで拭き取っていきます。今回はそこまでひどくなかったんで、放置せずにもう拭いていきます。次にティッシュでしっかり取ってしまいます。はい。ジェルが取れたようですので、ここでシャワーで流していきます。最後にマイクロファイバークロスで拭いていきます。はい。拭き上げましたので、掃除後の様子をお見せします。はい。どうでしょうか。綺麗になりましたよね。綺麗にすることができました。はい。ということで、今回はこれで終わります。どうもありがとうございました。